ドンバール・シュル・ムルトは、フランス、グランテスト地域圏、ムルトイコールエイコールモゼル圏のコミューン。ドンバールは、ムルト川とサノン川との合流地点にあり、県と、ナンシーの南東1 7キロメートル、ルネビルの北西1 5キロメートルのところにある。1838年に描かれた、ドンバール城のエングレービングコミューンのドンバールという名は、6世紀に、ドレーヌ地方で、 キリスト教を伝道した聖バールドベルジーに由来する。モットベイリーの上に建てられていたドンバール城の遺構は1963年に自治体によって壊された。1873年にソルベイの工場ができた後、ドンバールは世界における炭酸ナトリウム生産の中心地になり、原材料である塩と石炭や製品が マルヌ・オーラン運河を利用して運搬された。塩は主にバランジェビルの沿江から、石炭はロレーヌ丹田から運ばれた。もともと周辺の採石場で採れる石灰岩はボートで運ばれていたが、1927年からはケーブル輸送システムで運ばれた。1984年まで、 tpmax 社の貨物車両が使われ、その後放棄され解体された。貨物車両の複製品がバランジェビルのルブランチックで展示されている。参照元、1962年から1999年までは、複数コミューンに住所登録をする者の,の重複分を除いたもの。それ以降は、当該コミューンの人口統計によるもの。1999年まで、イヘス、 カジニー、2006年以降は NSEE。ありがとうございます。